ベルナール峠は、フランスとイタリアとの国境にある、アルプス山脈の峠である。標高は2188メートル。日本語文献では、小山ベルナール峠と記されたり、イタリア語名称から、ピッコロ山ベルナルド峠と記されたりすることもある。モンブランの南側で、普通国境のアルプスを越える、歴史のある峠道である。モンブランの東側で、 スイス方面に越えるクランサンベルナール峠とは単位の名称になっている。イタリアのバッテダオスタ州とフランスのサボア県を結んでおり、行政上はラトゥイールとセスの境界に位置する。峠越えの道路は北東側から以下の集落を通過する。イタリア側は国道26号線に、フランス側は地方道1090号線に指定されている。 峠の北東側に位置するプレイコールサンデリエを支点とした場合、水平距離にして 23.5km の地点であり、標高差は 1184m、平均5.0%の勾配がある。また南西側に位置するブールサンモーレスを支点とした場合、水平距離にして 26.5km の地点であり、標高差は 1348m、平均5.1%。 登り始めに最大8.1%の勾配がある。ストーンサークルこの峠には直径72メートルのストーンサークルが存在する。このストーンサークルがいつ作られたのかははっきりしないがコインが発見されていることから鉄器時代に遡りタレンテーズ文化の儀式の跡と考えられている。ストーンサークルの中を道路が通っているために損傷をこうむっているが 19世紀に修復が行われている。ローマ人たちは、峠の近くに、旅人のための宿液と、ユピテルに捧げる神殿を築いた。第二次ポエニ戦争において、カルタゴの将軍ハンニバルが行った有名な、アルプス越えの場所については、諸説あるが、この峠も、候補の一つである。2009年のツールとフランス第16ステージのコースとして46年ぶりに組み入れられた。 ありがとうございます。